シャゲ&アスカが8月25日デビュー45周年を迎えた。この節目を記念して彼らの全楽曲が主要なサブスクリプションサービスで開放されることが決定した。まずデビュー記念日である8月25日にチャゲ&アスカのベストアルバムベリーベストロールオーバー 20th が配信。続いて10月1日には残りの全曲すべてのアルバムおよびシングルが配信される。配信情報、配信先 Amazon ミュージカプル、ミュージックラインミュージック、スポッティファイ、YouTube ミュージック、その他主要サイト、ベリーベスト、ロールオーバー 20th 配信リンク https://lex-one.link/a001150212 配信予定タイトル、シングル、リリース日タイトル1979年8月25日、一人先1980年2月25日龍恋城下、1980年9月25日万里の川、1981年5月25日放浪人旅人、1981年10月25日なんと女、1982年4月25日熱い思い、1982年10月25日国風物語、1983年4月23日マリオネット、1983年9月28日華やかに傷ついて、1984年2月22日ムーンライトブルース、1984年10月25日ターゲット、1985年2月25日誘惑のベルが鳴る、1985年2月25日オンリーロンリー、1986年2月5日モーニングムーン、1986年5月21日黄昏を待たずに、1986年8月21日カウントダウン、1986年11月21日指輪が泣いた、1987年4月21日セーラーマン、1987年10月5日ロマンシングヤード、1988年2月5日恋人はワイン色、諦めのブルーデー、1988年5月21日ラプソディリプルリンク、1988年10月5日トリップ、1989年3月8日ウォーク、1989年6月21日ラブソング、1990年6月27日ドゥーマミーアドゥー、1991年1月30日太陽と誇りの中で、1991年7月24日セイエス、1991年11月21日僕はこの瞳で嘘をつく、1992年3月25日ウォーク、1992年3月25日ラブソング、1992年7月1日イフ、1992年10月10日ノーノーダーリン、1993年3月3日やーやーやー、1993年8月20日サンズ&ドーターズ、それより僕が伝えたいのは、1993年11月19日 You are free、1993年11月19日なゼニ君は帰らない、1994年8月3日ハートナチュラル、オニはマーク、1994年11月16日めぐり合い、1995年5月10日サムシングゼア、1996年2月19日リバー、1999年3月10日この愛のためにビジョン、1999年6月9日群れ、2001年4月25日ロケットの火の下で、2001年8月8日パラシュートの部屋で、2001年9月19日 C-46.2001182018の続け、2003年9月10日でエラシエラ、シ、チャゲ&アスカ、スターダストレビュー、2004年8月25日36度線マイナス1995か、光の羅針盤、2004年12月8日僕は、ミュージック、クロスロード今を生きる僕を、熱風、2007年1月10日マン&ウーマン、2007年1月10日ヒア&ゼア、アルバムリリース日タイトル、1980年4月25日風舞い、1980
1981年2月25日熱風、1981年9月10日ライブインデンエンコロシアム座夏祭り 81.1982-2-14 黄昏の騎士、1982年5月25日熱い思い、1983年6月29日チャゲ&アスカ 4-21世紀、1983年11月16日ライブイン代々木スタジアム、1984年3月25日インサイドチャゲ&アスカ後、1985年1月25日ゾーン、1985年12月5日スタンディングオベーション、1986年4月21日ターニングポイント、1986年9月21日ミックスブラッド、1986年12月5日スノーメール、1987年3月5日スーパーベスト、1987年5月21日ミスターアジア、1988年3月5日ラプソディ、1988年11月21日エネルギー、1989年8月25日プライド、1990年2月7日ザ・ストーリーオブバラード、1990年8月29日シーナミーヤ、1991年10月10日ツリー、1992年3月25日スーパーベストに、1992年11月7日ガイズ、1993年10月10日レッドヒル、1994年8月25日イン&ヤン、1995年6月28日コードネーム1ブラザーさん、1996年4月22日コードネーム2シスタームーン、1996年7月31日ワンボイスチャゲ&アスカ歌唱曲のみ、1996年10月7日 MTV アンプラグドライブ、1999年8月25日ノーダウト、1999年12月16日ベリーベストロールオーバー 20TH、 2001年12月27日ノット AT オール、2002年11月20日スタンプ、2004年11月3日ザ・ストーリー・オブ・バラードに、2007年1月24日ダブル